What's up, everybody? Welcome back to my channel. This is Aki. 皆さん、こんにちは。Aki です。今日はペタリンジャヤのサンウェイメディカルセンターにやってきました。サンウェイラグーンやサンウェイピラミッド、サンウェイ大学などから近く、BRT も併設されているため、非常に好立地です。これから29歳にして人生初の健康診断を受けていきたいと思います。サンウェイメディカルセンターはマレーシア国内屈指の実績を誇る私立病院で、あらゆる分野において最新の医療機器が整っています。近隣諸国ではこの病院でしか受けられない治療もあるため、日本を含め海外から渡航される患者さんもいらっしゃるようです。院内は病院とは思えないほどおしゃれでカジュアルなデザインが施されていて、明るく気持ちをリラックスさせてくれます。先ほどまではロビーでピアノ演奏がされていました。コンビニやカフェ、レストラン、花屋まで出店されていて、様々な方が快適に過ごせる工夫がされています。ファミマの品揃えも申し分ないです。マレーシア在住の日本人の方も多く利用されるため、ありがたいことにこのような日本人専用センターまで用意されています。同時通訳の方が駐在されているので、英語での受診に自信のない方も安心です。早速健康診断の会場に向かっていきましょう。健康診断はタワー A のフォースフロアに位置するウェルネスセンターで行われます。今回受けるのは主に40歳以下の男性向けの健康診断のベーシックプランで、これに心臓負荷試験を加えて合計1262リンギの検査費用になります。まずスタッフの方に今日行う検査項目と流れを簡単に説明してもらいました。 The test overall take 3 to 4 hours to complete, including stress test, consultation and the results update later when you complete all these tests.検査室に向かう通路には絵が飾られていたり、スポットライトが施されていたりと、とても温かみのある内装になっています。最初の検査室では血圧と視力、身長、体重を一気に測りました。日本では丸の穴の開いた位置を答えるテストが主流ですが、ここでは表示された数字を答えるシステムでした。2つ目の部屋では安静時の心電図を取ります。後ほど心臓に負荷をかけた場合の心電図も取ります。次は医師とマンツーマンの問診で、自分と家族の病歴や生活習慣について質問されます。もちろん英語でのやり取りが難しい場合には日本人通訳の方が同席してくれます。 Was there any surgery done in the past? No. Any family history of stroke heart attack? No. Do you smoke? No. Do you drink alcohol? Sometimes. How often? Once a week? Once a month. Now are you on any long term medication? No.Any allergy to any medication? No. 聴診器での診察もありました。ちなみに日本の医師は男性8割と言われていますが、マレーシアでは女性医師の方が多い印象です。次は血液検査です。昔から血を見るのが苦手なので、採血中は何も考えないようにしました。院内のウェルネスセンターに隣接する放射線センターで、胸部 X 線と腹部骨盤超音波検査を受けました。あとは各自で尿検査を行ったら、ベーシックプランの検査項目は以上です。最後に追加で予約した心臓負荷検査をしてもらいました。検査機器を上半身に取り付けたままランニングマシンで走って、一定の心拍数に到達したところで心電図を取ります。こうすることで安静時には現れない隠れた心臓の異常な動きを検知することができます。無駄に長距離が得意なせいで心拍数がなかなか上がらず、急勾配にされてめちゃめちゃきつかったです。検査の合間の待機時間もこのように高級感あふれる待合室が用意されていて、ドリンクバーも無料で利用できるので、全くストレスなく検査を終えることができました。検査結果が分かるのは午後になるので、それまで自由に過ごすことができます。受付でサンウェイメディカルセンター内で使えるバウチャーをいただいたので、レストランで食事をしながら待ちたいと思います。今日のランチはビュッフェです。一応院内の食事なので控えめなメニューかなと思ったんですけど、普通にがっつりで美味しかったです。結果が出るまで1時間ぐらいかかるようなので、それまで院内を歩いて回りたいと思います。サンウェイメディカルセンターはあらゆる分野の産地医療を行っているので、院内はとても広いです。200名以上の専門医が在籍していて、なんと年間50万人近くの患者を対応しているようです。核医学センターにやってきました。
これは最先端の技術が搭載されたデジタルペット CT スキャナーと呼ばれる機器で、がんや脳、心臓の病気を検知するために使われています。従来のものよりも短時間でより精密な画像を撮影することができるようです。これはガンマナイフと呼ばれる機器で、頭を切開せずに放射線を用いて脳腫瘍を切除することができます。この技術の導入は東南アジアにおいてサンウェイメディカルセンターが初めてらしくて、院内の充実した医療設備に正直かなり驚きました。ついに健康診断の結果が出たようなので、ウェルネスセンターに戻ってきました。緊張します。Next, let's look at the kidney function test. Right. It's normal. Normal. Fasting sugar is normal. Okay. Uric acid is normal. Liver function test is all normal. So it's a cholesterol profile. Cholesterol is a bit high. What do you have to do? Control diet and exercise. 油っぽいものとか食べ過ぎてるってことですか? Meat, seafood, eggs. This is a sugar control test. It's normal. Hepatitis B screening, hepatitis C and hepatitis A all normal.Can you make arrangement to come back here to take the hepatitis A and B vaccine? Okay, this is the urine test result. Urine test normal. No sugar, protein or blood in the urine. No infection. This is the ECG. ECG is normal. Chest X-ray is normal. Ultrasound scan. Liver normal. Both kidneys normal. Urinary bladder, prostate gland normal. Oh, これいい方なんですか? So the conclusion? Healthy. Healthy. Except for the cholesterol. So, 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 so. Except for cholesterol. Okay. Remember to take vaccine. Hepatitis A. Any question? How bad is the cholesterol? Not very bad. Just slightly. Just slightly. Then this is the bad cholesterol. LDL is the unhealthy cholesterol. This is the maximum for normal level. So your level is 3.4. So slightly above normal. ということで、コンサルティングが終わり、診断結果を冊子にまとめて渡していただきました。海外での健康診断ということで、最初は少し不安もあったんですが、スタッフの方々の手際が良くて流れも分かりやすかったので、とても快適に一日を過ごすことができました。自分の生活習慣を見直すとてもいい機会になったので、また定期的に受診してみたいと思います。That's it for today's video. If you like this video, be sure to hit the like button and share it with your friends. And I'll see you guys very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.